鈴木信幸、鈴木信幸、鈴木信幸、1965年8月5日体は、日本の政治家である。政治団体日本国民党代表、東京都葛飾区議会議員、一期、元維新政党、新風代表、東京都葛飾区生まれ、葛飾区立鎌倉小学校、葛飾区立奥土中学校を卒業、東京学館高等学校を中退。 2012年に中央仏教学院を卒業した。1980年代に日本に対する思いから政治活動をはじめ市民団体の街頭宣伝等に携わっていた。1985年一水会主催の勉強会などに参加。その後、反米反基地闘争などの活動を展開。統一戦線義勇軍上、選挙区長を経て、 現代維新者の共同代表に就任。1992年には野村修介率いる風の会の選挙スタッフを務めた。1995年、魚オ谷哲夫率いる維新政党新風の決闘に参加し、政党での活動を本格化させた。同年には靖国神社清掃奉仕義士の会の活動にも参加し始め、鈴木は代表に就任している。 新風の東京都本部代表として迎えた2007年、鈴木は第21回参議院議員通常選挙に東京都選挙区から新風公認で立候補した。核武装などを主張したが落選。協託金を没収された。選挙後の2008年には新風本部幹事長に就任。2011年には維新政党新風の第4代代表に就任した。 新風の党代表として迎えた2013年2016年第23回参議院議員通常選挙と第24回参議院議員通常選挙に東京都選挙区に立候補したが落選し代表を辞任した。2017年7月7日対韓国闘争をめぐった路線対立により新風党本部から離党韓国を受け独立を宣言した。これにより 維新政党新風東京都本部がそのまま別の政治団体として分裂。鈴木は同月13日に新風より除名された。同年11月の東京都、葛飾区議会議員選挙に無所属で立候補。2587票を集め36位、定数40で当選を果たした。同年12月に維新政党新風東京都本部から解消した。 日本国民党の代表に就任した。2011年8月1日、新風の国民運動委員である、村田春樹や、拓殖大学教授下城正夫、自民党、創生日本所属国会議員、新藤義高、稲田智美、佐藤正久の一行で、大韓民国移領等調査に出向いたが国会議員、三と、下城は、韓国内の空港で、入国拒否された。 残った鈴木及び村田は入国し、調査等を行っているが、3人の議員と下条は帰国後に、初期の外交目的を達成したことを確認して、その後の移領等域を断念している。2012年6月には韓国へ渡航。ソウル市内で開設されたばかりの戦争と女性の人権博物館、通称慰安婦博物館前及び、 在韓国日本大使館前のヤンフ像のそれぞれに、日の丸と竹島は、日本固有の領土、と、日本語及び、韓国語で書かれた、竹島の日を設置した。さらに、竹島の日本領有権主張のために、日本大使館の外交官に渡そうとしたことで、韓国や日本のメディでも報じられた。なお、自身のブログで、今後は、日本大使館前にある売春不造に、 竹島の火を縛り付けた画像を韓国内に広めて、韓国内の世論を喚起したいと思いますと、行動の理由を語っており、日本大使館前に追分売春風像を設置したことを日本人は黙っていない怒り浸透に発していると世界に発信し、韓国の嘘を暴き、日本の名誉を回復しなければならないとも述べている。なお鈴木はソウル中央検察庁から出頭を要求された。 際には、国際宅急便で、自身の顔写真入りの、竹島の日と題する杭を送りつけた。これに対し、韓国検察を苦労したと、韓国メディアは批判している。2013年2月17日、ソウル中央検察庁から慰安婦に対する、名誉毀損であるとして起訴された。また、金沢市の陰保浮津日の側に、竹島の日、木製の杭があることを、 ブログで言及。インホーキツのことも、テロリストや殺人犯と明言したことから、韓国でインの遺族が、死者名誉毀損として千万ウォンの賞を求めて提訴した。裁判では、竹島の石踏みを打ち込んだのは、鈴木自身だとされ、一度も答弁書を出さなかった、鈴木側の敗訴となった。これらのことから、鈴木は現在、韓国政府から入国禁止処分を受けており、仮に、 韓国に入国した場合は、上記の賠償金が請求される。この入国禁止処分は、入国拒否よりも重く、工場的な措置と見られる。中央日報は、鈴木の運動を、食いテロと評した。なお、日本の検察庁は、韓国検察庁が、鈴木の之に対して、裁判に呼び出すための召喚状を、直接送りつけたことについて、抗議している。 2017年11月27日にツイッターでこのグラフを見比べると法日品中国人の数値と梅毒患者の増加が符合するよななどと独自グラフを添付して主張した28日にはさらに誰が日本に持ち込んだかわかるじゃん一番日本に来ている外国人の品人だよなどと発言したことで西日本新聞に差別問題だと報道された 西日本新聞の取材によると、厚生労働省の担当者は、梅毒に罹患した人物の国籍情報は、調査にない中国人観光客との因果関係は、調査しないとわからないと語り、国立感染症研究所は、国外から梅毒の細菌が流入するリスクはあるが、中国からとは断じられないと否定した。また、鈴木がブログで引用した医師が勤める病院のスタッフは、 可能性のある、要因一つとして挙げただけと断定はできないと、否定している。これを受けて、鈴木は、差別とは別の問題だ。因果関係、可能性がある以上はそれに基づいて、継承を鳴らすのが、危機管理にあたる、地下の役割だと、鈴木は信じているし、鈴木はこれからも堂々とひるむことなく、活動を続ける。と主張している。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。